1912年10月、大日本帝国剣道系制定委員主査。前列右、根岸慎五郎。根岸慎五郎から1913年9月15日は、日本の武士、剣術家。流派は、神道無念流。称号は大日本武徳会剣道藩士。意味名は、四号。越後長岡藩家郎、牧の頼もの諸子であったが、 同藩の町奉行250国、根岸四郎ロウエの養子となった。8歳から剣術を学ぶ。藩主、牧野忠隆から、同藩し、小野田洋と共に、江戸での剣術修行を命じられ、1863年春、江戸へ出て、神道無念流の道場、連平館に入門。斉藤慎太郎の指南を受けた。同門には、 桂小五郎や渡辺のボなど、明治維新の死士もいたが、桂は1859年に長州藩に帰範したので、根岸が入門した当時はすでに連兵館にいなかった。1865年、免許改伝を授けられる。同時に、市藩代に任ぜられたとも言う。帰範後、母親戦争が勃発し、北越戦争に剣術隊長として出陣する。 河合津群之助式のもと、新政府軍と戦い、長岡城が奪われた時は、剣閣104名を組織して、城の奪回に成功した。その後、貫通獣層を追い、傷口に、うが湧いたが、荒縄を通し擦り落として、一命を取り留めた。この実戦経験について、後年、初めて敵と相対した際、相手の武器の種類とか、間合いとかの判断は、とても不可能で、 ただ、夢中に刀を振り上げて、体ごと敵にぶつけた後、あ、自分は、無事だったかと感ずるだけで、後で、我に変えると、体はガタガタで、息は苦しく、力は、ほとんど抜け切ってしまっていた。実践の異常さは、容易に想像できぬもので、度重なるに従い、なんとなく心に余裕らしきものは出てくるが、さてとなると平成とは言えぬ夢中さが出て、 終戦までついに出し切れなかったと実戒した。1873年、二代目、斉藤役郎主催の浅草劇研工業に参加。1883年、憲兵軍曹として、警視庁主催の向こうが丘や用意射撃券大会に出場し、江原の明に勝つ。1884年、同大会で、三橋勘一郎に敗れる。1885年、 高輪の伊藤博文邸で開催された天覧試合に出場し、坂部大作と引き分ける。同年、宮内省最年間天覧試合にも出場し、渡辺楽之助に敗れる。1885年、神田区西小川町に有野武官道場を設立。剣道会に大きな勢力を持つ道場となる。1888年、憲兵から警察に転じ、警視庁激犬世話かけ。 皇宮警察撃検制はかけ、宮内省最年間御用係を歴任。1894年、慶応義塾剣術部の師範となる、普通部3年生以上に成果として剣道を課し、また幼稚者6年生にも剣道の指導を行うことを決定することとなる。1895年、第日本部特会第1回部特裁大演部会に出場し、 特に優秀と認められ、精錬賞を授与される。1906年、半士号を授与される。新海ただつ、徳能関四郎と共に、党と都剣道界の三元郎と称され、明治剣道界の大御所的存在であった。1911年、剣道系調査委員の主査に選ばれ、大日本帝国剣道系制定に尽力した。新五郎には、妻がいたが、実がなかったため、 皇帝の中山広道を養子にして、有りの武官を継がせた。老齢になった根岸氏は、弟子に抱えられて道場に入り、弟子の手で支度したが、一旦市内を構えると、決起盛んなものが、どんなに激しく打ちかかっても少しも体に当てさせず、難なく打ち込んだ。しかも、根岸氏の市内はゆっくり動いていたという。このことについて、笹森純造は、 体力でも技力でもなく、資料を超えた、先見、投資の働きであると述べている。1913年9月15日、死去。去年70。法名は有信因伝兼要素道無念大古寺。墓は、東京都港区南麻布の天津寺。中山広道も同時に葬られている。また、港区あたの総当州清少寺に、 弟子たちが混流した巨大な検証費があったが、1999年再開発により埼玉県戸田市内の寺に移転した。ありがとうございます。